ここが天草の4号橋の横の天草パールセンターです。ちゃんぽんの後に来ました。この像は天草四郎時貞の像でございます。奇跡を起こす天草四郎時貞、いつ経ったのかな。パールセンター向こう側に飛行機があるんですけど、それを見に来たんですけど残念ながら見えません。海は、ちょっとゴミが出てますね。雨が降ったためかゴミが出てます。あそこから遊覧船が出ています。そして海の上には小舟が釣りをしています。あんな風にして釣りをしてました僕も。以上現場からでした。昭和50年からできてるみたいですね。時貞港、港とは呼ばないか。アンドーナツやシードーナツには新名馬の PS1 がそろそろ退役じゃなくて、もう役目を終えて撤去されるそうです。初めて近づいてみました。ほー、